ウクライナのメディアがウクライナ南部ザポリージャ州の戦線防衛のために、ロシア軍が精鋭とされている空挺部隊を投入していることを報じているよ。また、ウクライナ軍が防衛ラインを突破したと伝えられていることに対してロシア軍が緊急対応に迫られている可能性があると見られているな。そうだね。さて今回はロシアがザポリージャ州に空挺部隊を投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このことを報じたウクライナの公共メディアは、ウクライナ軍報道官が記者会見などでの談話として、通常であれば空挺部隊は航空機からの降下による奇襲作戦による攻撃時の共闘歩の頭保つが主な役割であって、防衛ラインの守備といった作戦に投入されることは異例のことだだと述べたことを取り上げ、さらにいわゆるエリート部隊を防御線に使っているとすれば、ロシア軍の内部でそうせざるを得ない状況が発生しているに違いないと報道官が語ったと伝えているみたい。また、アメリカのシンクタンクである戦争研究所も9月3日に公表した戦況分析報告書において、ロシア軍の空挺部隊がザポリージャ州のロボティネ近郊に配置されたとの見方を示していることから、8月28日にウクライナ軍がロボティネを奪還したと発表したことが事実である可能性が高いとしたよ。このザポリージャ州に投入されたロシア軍空挺部隊とは第76新鋭空挺師団で、ロシア北西部にあるプスコフ州の州都プスコフ府に本拠を構えるこの師団は、ロシア軍がウクライナへの侵略を開始する以前からロシア軍の地上部隊の中でも、精強とされている空挺軍においても精鋭とみなされていたな。第76新鋭空挺師団は1939年に第76狙撃師団として編成されたのが始まりで、第二次世界大戦ではドイツ軍との戦闘を繰り広げ、スターリングランド攻防戦にも参加しており、その後もアフガニスタン、チェチェン、南オセチアなどでの紛争にも参加し、2014年のドンバス戦争やシリア内戦でもその戦闘力の高さを誇示していたぜ。アメリカのフィラデルフィアにあるシンクタンクの外交政策研究所のリー氏によると、第76新鋭空挺師団はおそらく現在のロシア軍における最高の精鋭師団であり、ウクライナ侵略戦争においてはこれまでのところ比較的消耗が少ないと見られているとされていて、東部ドンバス地方のルハンシク州のスワトベからクレミンナの戦線後方で再編を終えて無傷の予備戦力として待機温存されていたね。ウクライナ軍報道官が空挺部隊を防衛ライン守備の増援に使うのは異例としているが、ロシア軍ではウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降、空挺師団が空中機動戦を展開したのはキーウ近郊のアントノフ国際空港制圧のためのヘリボーン作戦を実施しただけであり、その後において空挺軍は陸軍や海軍歩兵とともに地上戦部隊として各地に配置されているよ。第76新鋭空挺師団においてもこれまでの1年半の戦争期間のほとんどが最前線に配置されていて、侵略戦争初期の数週間はウクライナの首都キーウ攻略を目指す軍団に配属され、キーウ周辺での戦闘に参加しており、2022年春にはブチャでのウクライナ市民虐殺に関与したことが伝えられたんだ。ロシア軍がキーウ近郊までに迫ったものの占領を諦めて、ウクライナ中北部から撤退した後は、保有している T90 戦車や最新型の歩兵戦闘車などの装備とともに東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月にはウクライナ軍による反転攻勢作戦を阻止するとして、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸地域防衛のために移動するなど、ウクライナ各地を転戦しているね。ヘルソン州においては結果としては、ウクライナ軍が州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川西岸地域を奪還解放することを阻止できなかったものの、ただ退却するだけだった他のロシア正規軍部隊とは違いウクライナ軍に大きな損害を与えたとされていて、例えば10月下旬には同師団の砲兵部隊が、ドニプロ川の北 30km ほどのコストロムカという集落の郊外に展開していた、ウクライナ第35海兵旅団に大損害与える戦果が報告されており、それらの戦いぶりからも精鋭との評価が与えられていたってわけだ。そして、今年の1月には、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられているウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州西部の、
クレミンナ方面に配置されていたのが確認されており、6月にはドネツク州のバフムートから撤退するロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊と交代して、バフムートに配置されるなどかなり疲弊していたと見られていたが、ここに来てルハンシク州の後方に配置されたことで、外交政策研究所のリー氏の見立ての通りに数字上では戦力が回復していると見られているぜ。そのことからザポリージャ州で攻勢をかけているウクライナ軍にとって、第76新鋭空挺師団の投入は大きな障害となるとの見方が出ている一方で、補充された兵が昨年秋に動員された予備役兵士である可能性が高く指揮トレンドに不安があることや、同じく補充されたと見られる装備が旧式の戦車や装甲車などである可能性も高いことなどから、精鋭師団とは言い切れないとの指摘もあるようだな。ザポリージャ州におけるウクライナ軍の反転攻勢作戦の進捗については、9月1日にウクライナのハンナ・マヤル国防次官はテレビ番組に出演した際に、ロシア軍がザポリージャ州の各地に構築した、塹壕や遊の派と呼ばれる対戦車用障害物を組み合わせた30の防御ラインのうちの第一防衛ラインを突破したことを明らかにしており、ウクライナ軍がロシア本土とヘルソン州及びクリミア半島への補給路の要衝であるメリトポリ奪還を目指して南下を図ったザポリージャ戦線に反転攻勢用の兵力を集中させた成果が出始めたとしていたよ。マヤル国防次官によると、ウクライナ軍は6月初旬に反転攻勢を開始して以降、ロシア軍が第一防衛ラインの外側などに広くかつ高密度に地雷を設置した地雷原の突破に多くの時間を費やしたと説明したほか、その状況は地域によって異なるとも述べていて、まだ苦戦が続く地域があることも示唆しているみたい。アメリカ国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報調整官は1日に、最近3日間のウクライナ軍の戦いについては注目すべき進展があったと指摘して、ザポリージャ州などでウクライナ軍が前進していることを示唆したね。またウクライナ軍においてザポリージャ戦線の指揮を取っているタルナフスキー司令官が9月2日に語ったところによると、我が軍は現在、ロシア軍が構築している第一防衛線と第二防衛線の間にいると述べたことが報じられていて、同司令官はさらにロシア軍は地雷原なども設置していく上にも防衛線を巡らせているが、ウクライナ軍が一部で最前線の第一防衛線を突破し後の第二防衛ラインまでの地域にはこれまでのように強力な地雷原は整備されていないというぜ。ザポリージャ戦線でロボティネを奪還したウクライナ軍部隊は、さらに南にある交通の要衝トクマクの奪還を目指して前進を続けていると見られ、地上戦でウクライナ軍の前進を止めることは難しいと判断したロシア軍が航空優勢にある点を活かして、ウクライナ軍航空機による空爆を増やしているとされているからね。しかしながら、ウクライナ軍はアメリカから提供されている高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射する長射程の GPS 誘導ロケット弾などによって、ロシア軍の砲兵部隊を攻撃してその数を減らし弾薬の補給を阻止していると見られ、ウクライナ軍が優位に立って前進を続けているとされているぜ。この戦況の中、ウクライナのゼレンスキー大統領は9月4日にドネツク州を訪れて現地の部隊を視察し、その後ビデオメッセージで最前線で何が不足しているかを知り、何を変えるべきかなどについて直接聞くことは非常に有用だと述べ、危険を顧みずに戦況打開に力を尽くす姿勢を強調したよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。